第2回ショータイムスキンズマッチということで、今回は東千葉カントリークラブに来ています。なんと賞金総額40万円です。スポンサーなんですけども、株式会社カメラ総合塗装様、首都圏にてビル、マンション、アパートの集合住宅を中心に改修工事を行っている会社です、はい、ショータイムゴルフを見たで 5%はあ、お値引きをしていただけるということで、今回の賞金のホールごとの振り分けなんですけども、はい、1番から3番までが5000円で、4番から6番が1万円、7番から9番が1万5000円、10番から12番までが2万円、13番から15番までが2万5000円、16番と17番が3万円、最初ホールが10万円、10万円です。219ヤード7番ショート2キャリーしております。うん、アサシン5番やん、うん、風で持ってかれてる。そうだね、仕方ないよ。これぐらいの風になるともう俺クラスじゃないとコントロールできない鼻も照れちゃう。そうだね、今日もうなんか鼻にまで持てる。うん、テルテルも同じ5番、5番やんだよ。5番やん、負けたら俺4番だそっから戻すよ。そんな、あ、でも戻ってる戻ってる、ババアトゾンみたいな。おーおー、ナイス。うん、あー巻いてる。あんま上げたんじゃない。俺いるからな。今安心してくれよ。俺いるから。今は安心した。だろ。ショウさんは4番。なんでニヤニヤしてるんですか。俺が近くにいると幸せになるんだよ。あ、そうなの。俺がいるとさ、みんな幸せになるから笑顔が生まれちゃうんだよ。何やってる。風、あーっ、ダメだわちょっとシンガポールに比べて気温が低いんじゃない。そうそうそう、うん、どうした。俺気がしねえおいおい、弱気になってんじゃねえよ。前面もう直接入れちまえよ。 OK、 そうだったわ、うん、はい、てるてるのセカンド地点です。ピンまで20ヤードちょいくらいですかね。てるてるのイメージとしてはワンクッションですか、直接ですか。ワンクッションらしいです。うまい、うまい、狙い通り、ナイスアプローチ。缶は左奥からのアプローチ。ちょっと左、はい、さあ2打目、ピンの1メートル手前から景気下り、うまい、うわー景気下り、ね、これ入った人が勝ちっぽいな、これ、まあ、俺は入るからこうどれも難しいな、これナイスナイスケビンナ見てっか。前面、おい、前面、前面、前面、これも難しいな、ちょっと左スライス、
ナイスキャリー。ナイスキャリー。次6万円だ。練習パットいきます。ナイス。はい、みんなパー。全員パー。うん、全員パー。全パー、全パー。ああ、全パー、うん。まあ、このぐらいはない。うん、これぐらいの。このショートは全パーでいく。このぐらいのアゲンストって大丈夫。ね、そうそうそう。これパー取れなかったやつなんていいの？いないいないいない。まさかね。まさかね。まさか。210でちょっと難しいけどさ。全員と言わないよ、それ。全員プロだからね。って言わないよ。おもちゃじゃないから、ね。ボケ打たないから。ね、そうそうそう。そんなんないっすね。いや、これ、ね、俺の代理だって大丈夫だよ。これ、俺の代理でもパート。代理でもいける。このホール6万円だね。5万円です。みんな100万円もらってるようなもんだよ。これ人の経験だから。俺と回ってんだけど。なるほど。金積んでお願いしてもできないので。そうだよ、ね、俺金が動かない。おー、いいね。ナイスフェードだね。うん、どうやって手離すって簡単なんだ。ほんとだよ。ど真ん中だよ。ど真ん中だよ。ど真ん中じゃん。はい、じゃあ飛ばないボーイズいきます。うん、高い。今日聞いたね。うん、気づいたんだよね。気づいた。飛距離のポイントはやっぱ T の高さだ。気づいたんだ。あ、これ戻った。よっしゃ。昔からこんなドローだった。めちゃくちゃドローだった。昔から、うん、パワーシャンク、パワーチーピン、パワーカラブル言ってたね。パワーシャンク、パワーテンプラとか全部パワーだ。350ヤードまっすぐ。ちょっと捕まった。左、左ラフ、スタート近い。もう超スタート近い、うん、オッケー。グリーンが来ました。観戦しよう。よいしょ。キーにまっすぐ行ったね。キーの裏かな。筋ってる。うん。よいしょ。ナイス。ありがとう。107。81、はい、60。上げてます、ね、上げてます。結構上げてます。ちょっと放題。うん、どうだ。 OK、 ナイスオン。うわー、おー、めっちゃ流されてる。100ヤード。うん、100。もう缶だったらあれでしょ、入るまである。いや、100ヤード3回に1回入る。33%。うん、33.333333。無限循環小数。弱っ。万上げ。ちょっと風に煽られた、ね、やっぱ俺がこっち立っちゃってるからさ。あ、そうだよ、うん、やっぱガンが後ろに立ってくれれば。石毛君だからこれ有利よ。これ有利だよね。全然有利。 Thank you。 いくらでも感謝してくれ。52度でいきます。52度。はい。お、これはうまい。あ、ちょっと曲がりが強い。うん、まあまあでしょ。まあまあでしょ。ナイスパーって感じ。うん、パーだと俺には勝てないよ。やっぱね、缶は入れてくるからね。そうなんだよ。これぐらい入るイメージ湧いちゃうんだよ。マウスタイミング。はい、この木は缶がドライバーを当ててへし折った木です。見るも無残な姿になっております。悪かったな。もうちょっとちゃんと謝った方がいいよ。うん、悪かった悪かった。からのからのね、カン君のボールは。まあ俺クラスになるとこれくらい別に難しくもないけどな。だいたい60ヤード、58？うん、はい。あ、なんか木の、いいね、木の音がしましたね。調子いいわ、調子いいわ。はい、カン君第3打。最初からこうやればいいのね、本当に。ナイスオン。はい、ありがとう。はい。
はい、てるき。うん、まあまあ。ショート選手。うん。バーディーパット。はい、バーディーパット。まっすぐかな。うん。なんかピンがズームしてるのもなかなか絵になるね。いいんじゃない？ナイスタッチだけどちょっと違うね。ナイスパー。はい、オッケー。はい、オッケー。うん。頭上がんないわ。はい、キャリー。そうだ、このパターの性格が分かんないんだけど。性格いいよ。性格いい。うん。さあ。3キャリー、4キャリー。そうだね、4じゃない。5?6.5 万円、はい、前半最初ホールだいぶでかくなってきた。完璧だね、うん、これでいいとこだと思います。くん玉持ってくればよかった。あ、そう間違えちゃった。くん玉持ってくればよかった。安心してくれた。僕の後ろに立つとアゲンストか。安心できない。おっと、これはコースを広く使ったね。あ、でも全然大丈夫。はい、大丈夫。ヒゲ君までハイ使ってくれるとなんか嬉しいね。カンカいるからね。俺いるからね。なんかいるからね。しょうがないよね。笑うな、距離落ちるから。マジ落ちる。俺はもう慣れてるから大丈夫だよ。ちょっと笑いに慣れてないと。お、いいね。よっしゃー。あ、どうだった？このまっすぐ。ナイスショット。開いてないですね。開いてる？いや、開いてない。こちらに出すしかないですね。出していきます。はい。ナイス。298、まだかなり残ってる。スプーンですかね。完璧だなこれ。バンカー入ってますか。これか。はい、翔太くんのティーショットめっちゃいいとこ。何ヤードっすか。まあ、290ヤード。290ヤード、うん、とりあえずスプーンで、うん、しゃー、わかんない。とりあえずスプーンで。はい、280ぐらいかな。スプーン、めっちゃアゲンスト。じゃあ
はい。てるてる坊主。てる坊主。坊主じゃないけど。3打目。これちょっと。5-2ですか、ピッチングですか。ピッチング。さあ、ロングの3打目。ここバーディー取りたいとこっすね。ナイスオン。ちょっと手前かな。オン。オン。Hey man. Hey man. Look at the camera. 70ヤード。70ヤード。ママじゃない？いや、ちょっと待って。マンスピンだ。マンスピン。90ヤード。90ヤードアゲンスト。なんと52度。90アゲンスト52度。しっかり打った。いいんじゃない。あー、スピンがサイドスピン、傾斜だね。傾斜とフックスピンで。さあ3打目です。これ大チャンスよ。うん、そうね。これほどいいシチュエーションないよね。ないないない。大チャンスです。監修打ち。うまくない。あー弱い。あー弱いわ。何弱だ。ショートさんの3打目はだいぶ戻ったっすね。かなりバックスピンで戻ってきて、この位置なので、まあ15メートルぐらい上りフック、ね、よく分かったな。みんな頑張るよ。みんな分かってるよ。みんな頑張る。何年頑張るわ。上りフック、カップ際結構フック、右からアゲンスト。しっかり打った。アゲンストを受けて入るか。惜しい惜しい。ナイスパー。照木バーディパット。かなり登ってます。お、いいよ。おー惜しい。ナイストライだね。ユウ君頑張ってね。俺パパットだから。これパパットだよ。そうそうそう。ダメだ、俺の勝ちじゃん。とりあえず練習のパパットを。練習ですね。はい。弱いよ。弱いね。ライン乗ってるけどね。うん。ああ。ナイスパット。オッケー。さあ、マジね。みんな悪いな、本当に。ナイスバディ。ありがとう。みんな気使ってるからやっぱりスーパースターに。あのファンの活躍するところみんな見たい。そうそうそう。いくらさ俺がスターだからってさ、みんな気使いすぎ。なんない。パッパッと。これあるよ俺。やってるけど、パパッと。ナイスキャリー。キャリー、いっぱいキャリー。はい、キャリーずっとキャリー。次85,000円。まあ、ここはボギーでいいんだよね。今回スポンサーをしていただきました、株式会社カメダンさん。